気をつけて。島の反対側にまで声が聞こえるぞ。結構だ。ベンガーバーグのイエネファーはコソドロだとスケリッチ中が知ればいい。落ち着いてドルイド、ちょっと借りるだけ、盗んだわけじゃない。必ず返却するつもりよ。はっ、調子のいいことを言いよって。一度使えば仮面は完全に価値を失ってしまうというのに。全員生き埋めになる恐れまである。全ての島を道連れにしてな。大げさに言うな、ただの。違う、ただの仮面ではないのだ。神話によれば、嫉妬深い海に愛する者を飲み込まれた時、ウロボロスは仮面を作ったという。もう二度と愛する者に会えないという現実に耐えかねて、ウロボロスは仮面を作った。過去を覗くことができる仮面だ。ただし彼は、仮面は一度しか使えないことを知っていた。故に待ったのだ。寂しさに耐えきれなくなるまでな。海は仮面の存在を知り、すぐに行動を起こした。海は報復として膨れ上がり、全ての大地を飲み込み、生物を溺れさせると誓った。仮面を使った者に海の怒りがもたらされるという脅威を知らしめたのだ。では仮面を使った者はまだいないと。いない。だが、つまり使い方もその効果も知らないんだ。知っている。神話に書かれている。神話を信じるのか。神話を軽んじるのは無知な愚か者だけだ。今審議すべきは神話ではない、盗みを働いたメギツネだ。盗みでも何でもクラフの許可を得ている。第一に、ここは確かに彼の島だが、邪法が蔓延しないように見張るのは我々ドルイドだ。第二に、大変動の発生後、クラフは我々に助けを求めた。この地を我々に託したのだ。第三に、今のは何だ。まさかイエネファーが仮面を使ったな。早くついてこい。仮面は無力化して暴走を止めるんだ。やってやる。Thank you.
なんだ。ユニコーンよ。ふざけるな。フォグレットがいたろ。どうして現れたんだ。仮面の力が呼び寄せたの。エルミオンは仮面が災害を引き起こすと言ってる。じゃあ彼がいて好都合ね。割り込んで沈めてくれるわ。エルミオンがこれを見過ごすと。ああ、どうにか乗り切るわ。さてどうする。仮面が過去を見せてくれる。でも特定の場所だけ。強力な魔術の痕跡を残した場所よ。これをつけてほしいのか。ええ、呪文をかけてあなたの目を通してみるの。また心を読むのか。嫌なの。拒否するだけ無駄のようだな。じゃあ問題ないわね。行きましょう。あそこが一つ目の場所よ。ここね、仮面をつけて。何か指示は。全て見終わるまで外さない。遠くへ行かないで。テレパシーの範囲は限られている。あれは何だ、門か。あそこから二人現れた。女はシリだ。どうしてわかるの。身のこなしだ。ウィッチャーに似てる。あっちへ行ったらしい。さあ、次の場所を探しましょう。今のは魔法による爆発の一種よ。強力すぎてまだ力が残っていた。森が破壊されたのはこの爆発のせいだわ。だがシリたちは無事だった。二人が逃げているのを見た。追ってみましょう。君が悪いな。嫌な場所だ。そうね。この場に誰かがいたらまず命はなかっただろうな。不安なのよ。でも安心して、シリなら自分の身を守れるはず。君が悪いな。嫌な場所だ。そうね。この場に誰かがいたらまず命はなかっただろうな。不安なのは分かるな。でも安心して、シリは自分の身を守れる。追われていた。見たか。負傷したかもしれない。逃げ切ったわ。別の門を通って。どこに繋がっていた。魔法の痕跡はベレンに続いてる。シリの仲間がどこに逃げたか分かるか。近くに男の門があるはずだ。探してみるわ。行きましょう。いい戦いだ。強力な魔法で一方がもう一方を撃ち、門で逃げる。魔術師か。おそらくね。シリの仲間とシリに傷を負わせたやつね。なぜわかる。知識に基づいた推測よ。
二人とも前の光景に現れたもの。シリには強力な味方がいるな。シリと一緒にいた魔術師も逃げた。どこへか分かるか、彼の痕跡もベレンへ続いてる。でも門の目標座標はシリノとは違う。爆発が瞬間移動を妨げたのね。ベレンでキーラメッツと会った。偶然かもしれんが、シリを探している魔術師が来たと言っていた。同一人物でなければ驚きだ。彼が誰であれ、だんだん興味深くなってくるわね。呪文に攻撃されたやつが手がかりを残しているかもしれん。晴れてきたわ。エルミオンが天候を操り出したか。また私たちを攻撃できるってわけね。これで満足か。自分たちが何をもたらしたか見てみろ。クラフはこれについて何と言うだろうな。落ち着け。嵐は止んだ。明らかに事態は収束してる。今はな。だが数日後どうなるか誰にわかる。うろたえないで。仮面を返すわ。今ではせいぜい不便な灰皿だ。価値はない。せめて何か情報は得られたのか。もちろん。ゲラルトに行ってるんだ。お前とは後で話す。それでここで何かに強力な呪いがかけられたようだ。ありえるな。森に起きたことを考えれば、呪いを受けたのは誰だ。まだわからん。だがシリがここにいたことは確かだ。門から出てきた魔術師と一緒にな。何者かに追われ戦った。シリは負傷したが、どうにか逃げ延びた。どこへ。ベレンだろう。魔術師が門を開けてやり、彼女を攻撃した者と戦った。それで、それだけか。他にも手がかりがありそうなんだ。もう一つ調べたいことがある。あの方角へ飛んでいく光景が見えた。あの木の下に何かある。イエネファ、頼む。任せろ。鎧は綺麗だ。血も剣の傷もない。シリの仲間はきっと敵を蒸発させた。精巧な鎧だ。だが見覚えがない作りをしている。どこのものか全くわからんな。多分これはワイルドハントの兵士のものだ。なんだと。では本当なのか。ワイルドハント、恐れてはいたが、まずはここ、次はヒンダースファル。何が目的だ。シリを探してるのよ。だが、なぜ。シリには古き血脈が流れてる。確かに。彼女の先祖はララドレンまで遡れる。それであの一族の女性は常に非凡な力を備えていたわけか。しかし、それがそこまで重要か。シリは特別。彼女はこの世界と異世界を自由に行き来できる。空間は妨げにならない。なんと。だからワイルドハントに狙われているんだ。ヒンダースファルにワイルドハントが現れたのか。あの大変動がアードスキリックを襲ってから2週間以上も後のことだ。ある夜明け、吹雪とともに勇気どもがロフォーテンを襲撃した。この時期に吹雪などおかしいと思った。勇気どもは家に押し入り、抵抗した者を全て殺し、悪魔のように笑いながら内陸へ走り去ったそうだ。生存者は。女性と老人十数人だ。次の目的地はヒンダースファルだ。ロフォーテン近くの海岸で会いましょう。待て、今すぐ連れて行ってくれないか。でも瞬間移動は嫌いよね。霊薬と同じだ。好きではないが、必要ならば飲む。必要ない時も飲むくせに。いいわ、行きましょう。ぴったりついてきて。幸運を祈る。何か分かったら知らせてくれ。
前回ヒンダーサーに来たのは何年も前のことだけど、はっきり覚えてる。ロフォーテンはこっちよ。壊れた建物に新しい墓、どうやらここみたいね。何かの集会か。タイミングが悪いな。ワイルドハントのことでいいタイミングなんてないわ。まだヒゲも生え揃わないあの子らが地面の下で眠り、何かの儀式だな。待つしかないか。そんな時間はないわ。失礼、中断させてしまってごめんなさい。でも大事な用があるの。死者を弔っているのが分かりませんか。静かに。まだ生きている人を探してるの。お願い、時間がないんです。話してみなさい。ワイルドハントが村を襲ったと聞いた。そうよ。でも誰も信じてくれない。あなたたちだってそうでしょ。骸骨の騎士を見た。霜に覆われた鎧を着た。ええ、見たわ。奴らは死者の爪でできた船でここに来た。物語の通りにね。レイフが子供たちを大声で呼んだけど、奴らが来て顔を切りつけたわ。彼は喋ろうとしたけど血が流れるばかりで。人を探しに来たのでしょう。傷を蒸し返しにではなく、もう十分によ。それからどうしたの。それで走って助けを、レイフを呼びに行ったけど、たくさんの死体を見たわ。ジョール、インバ、幼いニッキ。奴らはどこへ向かってたの。海よ。渓谷を通って骨の馬に乗って骨と氷、それにそこまでよ。要件をお話しください。シリという少女を探している。髪は灰色、目は緑色だ。残念ですけどここにはいないわ。墓の中でなければですが、その名前に聞き覚えはないけど、たくさんの人を埋葬したから忘れてしまったのか。そのシリという子、傷跡はない。頬のここに。そう、その子はどうなったの。わからない。一瞬見かけただけなの。全てが起きる直前に小屋であの臆病者と一緒にいたの。あの男だけは許せない。他に何か覚えていないか。疲れているようだったわ、すごく。そして髪の毛が濡れてた。安心した。少なくともお風呂に入れたのね。詳しくはスヒャ。臆病者よ。失礼、臆病者ならもう少しわかるでしょうけど。その臆病者だが名前はあるのか。昔はあったわ。長老たちが一族の伝記から消してしまうまでは。まるで存在を消されたようでした。彼に触れること、彼と話すこと、その名を口にすることさえ禁じられた。何をしてそんなことに。あいつは逃げたのよ、自分一人だけでね。そいつと話す必要があるな。ここの方には反してしまうのだろうが。遅かったわね。彼はモークバーグ大事に聖なる園に向かいました。その聖なる園はどこなんだ。そんなに遠くは、北の方です。そこで薬草を取ったこともあるわ。今は。今では女神様の植えた木より先に行くことはありません。その木の前で捧げ物をして祈るの。そこを越えると聖なる園に閉じ込められます。モークバーグ、なんだそれは。誰ですね。スケリッチ史上最低最悪の男。彼には道徳というものが一切なく、自らの一族の地を襲い、ニルフガードの金品を奪い、子供や妊婦すら殺め。よく知っているタイプだ。ただ彼も神々の怒りだけは恐れていたそうです。モークバーグは神々が間違っていることを証明しようと、それでヒンダースファルにある女神の庭園を荒らしに。もう10年以上前の話ですが、
女司祭長のウルブが止めに入りました。モークバーグは彼女を剣で突き泥の中へ投げ込んだ。死にかけながらも彼女は呪いをかけ、それからモークバーグは獣となりました。呪いに怪物、忙しくなりそうね。モークバーグを退治してもいい。どんな怪物かは知らないが、銀の剣があればどうにかなるだろう。そんなに単純ではありません。これまでに何度か退治されたはずですが、それでも戻ってくるのです。そうか、ややこしい呪いのようだな。もっと情報が必要だ。ですが、知っていることは全て話しました。エイナーなら何か知っているかも。モークバーグたちが襲ってきた時に聖なる園にいて一部始終を見ていたはず。唯一の生き残りです。彼はラービックに引っ越したわ。海に出ている時でなければきっと港にいるはず。自分から戦いに行く臆病者か。矛盾している気がするのは俺だけか。臆病者は村人の間違いを証明するにはモークバーグ退治しかないと考えています。そして名誉と名前を取り戻すために裁きがもたらす試練、いかにもスケリッジね。私はあなた方の法を軽んじません。同様に願います。ありがとう。聖なる園に行くつもりなのですね。よその方に聖域に入ってほしくはないですが、仕方ありません。巡礼者は木の前で自らの血を捧げる習わしがあります。臆病者もそうしたはず。でなければ勇気だけでなくフラヤに対する敬意も欠けていることに。私たちのことは心配しないで。ゲラルトも私も神々には敬意を払ってるもの。モッドロンフラヤ様に祈るのです。骨折り損にならなきゃいいが。もし臆病者が死んでいてもなんとかなる。ゲラルト、どこ行くの？というと？そのうちわかるの？たまには説明してくれてもいいと思うが。でもそれじゃあ、あなたが恋に落ちた女じゃなくなっちゃうでしょ。かじれてもいい。ひとかけら、ひとつぶでも食い物、食い物。くそ、またか、くそ。歓迎されてないみたいね。もっと近づいてみないとわからんな。さて、どうするの？村人の言っていた木を目指そう。女神様の血を捧げに行くの？それはわからないが、臆病者はそうしたんだろう。手がかりがあるかもしれない。臆病者はここに来たようだ。この後は片膝をついて習わしに従って血を捧げたのだろう。結婚だ、わかるか？私は人間離れした美しさかもしれないけど、あなたみたいに人間離れした感覚はないの。ならここで待っていてくれ。悪気はないが、雑草と泥の中だと君は足手まとい。もう少し言葉を選ぶつもりだったが、まあそういうことだ。いいわ、ここで待ってる。もし何かあったらここから呪文をかけるわ。反論してくるかと思ったが。私が？やめてよ。私は聞き分けがいい子なの。イエネバ、俺の目を見ろ。何を企んでる？いろいろよ。テメリアの王冠をどう手に入れるかとか、ケイアモルヘンを気づかれずに売却する方法とか。ほら言って。臆病者の血だ。大量の出血だな。この先に彼がいるはずだ。
足跡が浅い。臆病者は慎重に進んでいる。怪物の痕跡、何かを追って走っているよ。モークバーグは隠れるのに飽きて襲いかかったようだな。どうした？おじけとったか？臆病者の血だ。臆病者の血だ。臆病者の血だ。臆病者が傷を負って走り出したな。扉が開かない。臆病者が封鎖したか、単に鍵をかけたか、調べてみよう。臆病者の血だ。この足跡をたどれば臆病者に会えるはず。死体かもしれないが、
渡れないな。水路を開いたら下に降りてみよう。レバーで水路の門を選び、もう一つのレバーで操作する。よくある仕組みだ。うわ！鍵がいるな。モークバーグが壊したのか、反対側から匂いがしたのか。フライヤーの手つかずだ。食われた痕跡はない。殺すだけで食わないのか。奇妙だな。傷が治った。いつも相撲はそうだ、元通りだ。羨ましい限りだ。うん、話を聞きたいか。いいだろう、聞いてやる。戦士たちが俺を殺せないと知っていた。だから俺を罠にかけ閉じ込めた。どうしたかわかるか。自分の足を噛み切って逃れた。人髪ごとに激痛で吠えながら血を吐き。自分の足を噛み切ったら痛いのは当然だと思うがな。お前は分かってない。それだけじゃないんだ。口が火を食ったように焼けて、体が内側から引き裂かれるような。死ぬかと思ったが、最後までやりきって。それから奴らを引き裂いてバラバラに、クソタレの英雄気取りの奴らを細切れにしてやった。お前に同情しろとでも？違う、お前に分かって欲しいのだ。お前は俺を殺せない、止められない。縛りつけても手かせも足かせも無駄。呪いのせいで家を蘇る。そしてお前を殺す。どうした？おじけついたか？Thank you.
イエネットに増したか。おい、聞こえるか。ゲラルト、びっくりさせないでよ。すまない、悪気はなかった。だといいわね。臆病者を見つけたら教えて。臆病者の血だ。くそ、死んでる。かなり時間が経っているな。イエネバ、見つけたぞ。どう？フランシュタインの中でもかなりひどい方だろうな。最悪。いいわ、持てそうなものをかき集めて上に来て。考えがあるんだろうな。いいえ、腐った死体を眺めたいの。上についてから話すわ。それでいい？相変わらず人使いが荒いな。お前に会わせたい人がいるんだ。腐敗が進んでる。でも生体は無傷ね。何か聞けるかもしれない。おしゃべりなタイプに見えないが、死体だってお話はできるのよ、やり方さえ知っていればね。高齢術は固く禁じられているのでは。婚前交渉だって禁じられてるでしょ。馬鹿げた決まりなんて関係ない。呪文に必要な材料はあるか。新生児の血でしょ、処女の舌と、あとはイモリの眼球ね。もう一回頼む。皮肉は抜きでな。材料なんかいらない。私は女魔術師よ、薬草医じゃないの。必要なのはエネルギー、大量のね。幸いこの場所は魔法エネルギーに満ち溢れてる。聖なる園のエネルギーで死体を生き返らせるなど、女司祭たちは大激怒だろうな。彼女たちに気づかれる前にさっさと終わらせないと。始めよう。セレインセレインデフレン、セレインセレインダメだ。ロフォーテンの臆病者ね。違う違う、俺の名前はスピハール。お前は戦って死んだ、名誉ある死だ。死体を励ましてる場合じゃないわ、ゲラルト。灰色の髪で緑色の目をした女の子よ、彼女に何が。そんなことどうでもいい。彼女に何があった。ここで何をしていたの。話しなさい。話して。話しなさい。溺れそうに。
シリン、ジルエアエル、聞こえるかい？ええ。私は行かねばならない。ドラウナーの岩場で合流しよう。いいな。うん、行ってごらん。ドラウナーの岩場。起きたか。もうてっきり。ここはどこ？あなたは？大丈夫。ここはヒンダースファル、ロフォーテンの村だ。俺はスヒャール。でも私、何が？海から引き上げたんだ、君の友達とな。どこに行ったの？私の友達は。ちょっと前に出て行った。船を探すと言って。なんであんな仮面を？顔に何かあるのか？いいえ、人に見られるのが嫌いなだけ。どのくらい寝てたの？ほぼ一日。運んできた時は朝で、今はもう夜だから。もうそんなに？休む必要があったんだろう。何かあったんだろう。ひどく生々しい傷もあったし。脱がせたの？仕方ないじゃないか。ずぶ濡れだったんだ。怪我してないかも確かめないと。へえ。じゃあ胸に狐の油を塗ったのも？いや違う。それはママとアストリッドだ。俺はそんな。本当だ、誓ってもいい。そうね、信じてあげる。立ちたいの手伝って。いやまだやめた方が。おしゃべりはいいから、肩を貸して。あら、それでこそ私の兄さんね。ちょっと目を離したら女の子にちょっかいを出してる。いや、アストリッド、俺は単に彼女を助けようとしてるだけさ。イチャイチャしてるとこを邪魔しちゃって悪いんだけど。来て、サウナに行くわよ。え？その口にうなぎでも入れてほしいの？サウナよ。あんた運び込まれた時、クジラみたいに真っ青だったの。体を温めようって言ってるの。ごめんなさい。ドラウナーの岩場に行かないと。それもすぐに。無理に止めやしないが、かなり遠いし、それに歩けないだろう。馬で行った方がいい。そうね。スヒャールが馬の準備をするわ。ちょっと時間がかかるけど、それでも歩くよりは早いわ。そうね、そうする。二人ともありがとう。はいはい、いいのいいの。さあ早く汗を流しに行くわよ。私の服は？おしゃべりはやめていきましょう。あの仮面をした人、遠くから来たんでしょ？そう、とても遠いところよ。で、どこなの？詮索好きね。生まれてからずっとこんな魚ばっかりの水たまりに住んでるのよ。あんたみたいに旅ができたら。私みたいに？後悔するわよ、絶対。そうじゃない、肘は上げておけ。ないと違う方に飛んでっちまう。分かってるけど。ちゃんと筋肉を使ってるってことだ。さーて、じゃあそのボロ切れを脱ぎなさい。全部？もちろん。行きましょう。鳥肌が立ってきたわ。
来たわね。心配したわよ。ママは心配しすぎなのよ。もう大丈夫よ。ね。もう大丈夫。それはよかったわ。そのももにあるのは何だい？あざか何か？これ？いいえ、タトゥーよ。そのようね。赤いバラ。何か意味が？意味ね。まあ、私は若くて泥酔してたってぐらいね。はっきり覚えてないのが救いよ。私は好きよ。私も入れようかしら。このお尻のちょっと上ぐらいに。お前は早く男を見つけな。春が来るたびにバカになってく。話に夢中になっちゃったね。蒸気が止まってるわ。石に水を足さないと。ねえ、あんたの故郷でもサウナに入るの？実は私には故郷がないの。ずっと旅をしてて。そうなの。船はどこに向かってたんだい？船？海で見つけたからね。てっきり船がナンパしたのかと。ああ、船はノビグラドから出発したの。なんでまたスケリッチに？人を探してて。婚約者じゃないといいけど。なぜ？スヒャールが傷つくじゃない。だってあいつったらあんたに夢中じゃない。寝てる脇にずっと座って名画でも眺めるみたいに見てたわ。アストリッド、言わない約束でしょ。ああ、まあもう行っちゃったし。スヒャールはタイプかしら。まあ、いい人そうよね。あら、お気に召さない？好みなんてその子の勝手でしょ。あんたには関係ないわ。あなたたちとここにいるのはすごく楽しい。でも、もう行かなくちゃ。そうよね。こんなところに留まりたい人なんていないわよね。同じ顔ばっかりで空気は魚臭いし。あんたが同じ一族だとは思いたくもないね。ロフォーテンでもあんたほど不満ばっかりのやつはいないわよ。黙って座ってなさい。ねえ、もうスヒャールは馬の準備を済ませてるはずだけどね。出発する前に一度水に飛び込んでくるといいわ。気持ちいいわよ。ええ、そうする。扉を通ると桟橋があるわ。滑るから気をつけるのよ。本当にありがとう。気にしなくていいの。あなたの旅の幸運を祈ってるわ。お父さんによろしく。お父さんによろしく。
お父さんによろしく。ああ、来たね。馬の準備はできてるよ。ええ、行きましょう。そうだ、その、妹が変なことを言ったりしてないといいんだが。大丈夫よ。あなたが私を好きだとは言ってたけど。え、でもあいつには、そうじゃなくて。もちろん君はとても、まあいいか。行こう、もう暗くなりそうだ。そうね、いつかここに戻ってきた時にこの続きを話しましょう。怖いな怖がらせるつもりは。俺はニオルドに乗る、君はグレーバックに。若くはないが、そいつは。急いで早く逃げるのよ。ここにいろ、俺が。私なら大丈夫よ。
今のは何だ。ワイルドハントよ。ラグナロク、世界の終末だ。まだ終わりじゃない。あいつらは私を探してる。馬に乗るんだ。山での道を教える。どうやってお礼をしたらいいか。無事にたどり着けたらでいいさ。行こう。気をつけろ。急ぐんだシリー。振り返るな。早く急げ。追いつかれるぞ。降りろ。何？その生き物はどうなったの？今はどこに？苦しい。どうなの？誰に？分からない。去りなさい。やつらに俺の名前を。されと言ってるの。イエネファ、大丈夫か？もう大丈夫。この呪文、口の中でたくさんのゴキブリがうごめいてるっていうか、汚物の中を泳いでるようなそんな感覚だった。
これは聖なる園に何が。枯れたの、見ての通りよ。ほら、大量のエネルギーがいるって言ったじゃない。こうなることを知ってたな。先に言おうとは思わなかったのか。きっと反対したでしょ。そういう慎み深いところは可愛いと思うけど、時には邪魔になる。ちょっとかわいそうだったんじゃないか、あの青年は。ゲラルト、違うわ。あれは悪臭のする腐りかけの肉の塊よ。私の魔法で話してただけ。話してただけじゃない、苦しがっていた。そう見えたかもしれないけど、もう人間じゃないの分かって。ゲラルト、ゲラルト、話したいのは分かるけど、場所を変えましょう。一刻も早く立ち去りたいの、いいでしょう。聖なる園、私たちの庭園が。どうして手を貸してあげたのに。まあ、その言い逃れができるなんて思わないで。この怒りは正当なもの、あなたたち絶対に償ってもらいます。すまない。それだけですか、他に言うことはないと。何も言い訳はできない。あなた方の所業はスケリッジ中に知れ渡るでしょう。待って、私なの。ゲラルトは止めようとしたわ。私が聞かなかったの。悪い予感はしていました。用心せよとは言われてたけど。女魔術師め、何人も何時に門を開かず、何人も何時の上を満たさず、何人も何時の傷を癒さず。イエネファ、一人で罪をかぶるな。そう望んだの。とにかく今はスヒャールから聞いた話に集中しましょう。きっとスヒャールが見た例の醜い何かがシリにつながるんじゃないか。あれに、いや、あいつに似たのを見たことがある。どこで。ベレンだ。そこを治める男爵の城で見た。ノビグラドで賭けに勝って手に入れたと。そこでその生き物を探さなきゃいけないわね。飼うかさらうか。それには及ばない。男爵には貸しがある。まだ早いだろう。そもそも見つけてどうする。旅の間ずっと手押し車にでも乗せておくのか。男爵のところにいる分には安全だろう、きっとな。シリがノビグラドに行って何をしたのか調べてからにしよう。そこに必ずいるとも限らないしな。分かったわ、幸運を祈ってる。聞かせて、もし、いや、何でもないわ。そういえば、俺に何か聞こうとしていたな。それは、あの生き物がシリだったりする可能性はあると思う。その、例えば何かしらの呪いで姿を変えられたとか。考えたくもないな。考えなきゃいけないの。シリかもしれないし、仲間かもしれない。あるいは別の誰かが二人に関係しているのか、わからないな。だが今その可能性まで気にし始めたら頭がおかしくなりそうだ。できることをするしかない。あまり情報は得られなかったが、シリがもうスケリッジにいないってことだけは確かだな。ベレンにもいない。残るはノビクラとか。世界最大の町だ。そう簡単にはいかないわね。探す当てがないよりはあった方がいいわ。シリは一体何に巻き込まれたんだ。想像もつかない。でも何にせよ私たちが無事に救い出すのよ、絶対にね。スケリッジでのシリの足取りはくまなく多い。可能性は全て潰した。そろそろ大陸に戻る時かもな。その前にもう一つ大事な用事があるわ。なんだ。ラービックの戦士の家に来て、そこで話しましょう。わかった、ラービックで会おう。ありがとう。庭園でのことも感謝してる。あなたがいなければ無理だった。何もしてないぞ。ゲラルト知ってるでしょ。
私はめったに人を褒めないし、褒めるときは心から言ってるわ。あいつなら化け物を死んじゃう。人と仲良くするのが得意だな。挑発されたの？見てたよ。俺に話したいことがあったんだろ。人の専門家アモスバルイプシスを知ってる？彼の研究所が皇帝の蔵書にあったの。ある時スケリッチに出発したのを最後に消息を絶ってるわ。地元の人たちに尋ねてみたら何人かは覚えていた。どうなったか知ってるのか？ヒンダースファルの沖で彼の船が目撃されてる。その後大嵐が船を襲ったそうよ。じゃあ今頃は魚の餌だ。まだわからないわ。どうなったか確かめなきゃ。なぜだ？知り合いなのか？いいえ、彼自身じゃなくてジンに興味がある。なぜ調べてるんだ？ジンはそもそも邪悪な存在だし危険だぞ。知ってる。でも危険を犯す価値があるの。ジンを支配できたら強大な力を手にできる。きっと私たちの役に立つはずよ。そいつは本当にジンを従えてたのか？彼の本によるとそうとしか思えない。ジンを刺激して力を得る方法が書かれてるの。ジンがいたなら嵐を恐れたはずはない。願いを言えばいいだけだ。ジンが残っていなかったのか、予想外のことが起きたか。分かった。俺は一体何をすればいい？ジンを探すのを手伝ってほしいの。お金ではお礼をできないけど、心から感謝するわ。そう言われてはな。分かった。手伝おう。ありがとう。波止場で船が待ってるわ。こっちよ。船着き場は近く。何？もう準備は全て整っているようだが。ごきげんよう、博士さん。こっちよ。船着き場は近くに。お前がただ者でないの。気をつけろ。案内してくれ。たまにはあなたにリードしてほしいんだけどね。させてくれる気があるのか？船着き場は近くに。
ジンが乗っていた船はこの辺りに沈んだはず。範囲が広すぎるな。この船に魔法をかけるわ。下に沈没船があればわかるはずよ。よし、探してみよう。私が舵を切ってもいい？反対する権利は？ないわ。乗るの？乗らないの？いつまで待たせるの？出発するんでしょ？乗るの？乗らないの？いつまで待たせるの？出発するんでしょ？見た目通り腕が立つのかどうかしてみよう。